大きな手術の後などには、患者さんが一日も早く回復されるよう、ICU と呼ばれる集中治療室で過ごしていただきます。ICU とはどんなところなのでしょうか。ある患者さんの経過をたどりながらご紹介しましょう。ICU は手術後の方や症状の重い方に集中して治療や看護を行うところです。外科医師に加え麻酔科医師や看護師が患者さんの状態が安定するまでの間、日夜そばで見守り力を尽くします。はい、こんにちは。手術が終わるとご家族は患者さんと ICU で面会することができます。面会の前には手の消毒をしていただきます。手術直後の患者さんはまだ意識が朦朧としていることが多いです。お父さん手術終わったんだって、よく頑張ったね。手術の影響で顔がむくんでいる、いつもより顔色が悪い、手足が冷たいといった状態が見られますが、徐々に回復していきます。すごい握ってくれました。この時期のことを多くの方は覚えていません。痛いとことかないんかな。これは ICU のベッドから見える景色です。手術室から移動し時間も経過しているので、目が覚めた時は少し驚かれることでしょう。お母さん、おはようございます。お母さん、わかりますか。今日は11月25日。寒かったり照明が眩しかったりする場合は遠慮なく看護師に伝えましょう。痛みとか大丈夫ですか。まずナースコールをお渡ししています。喉に入れたチューブの影響で一時的に声が出せない状態になっています。伝えたいことは筆談で伝えましょう。書いてもらってもいいですか。さむ、寒い、寒いですね。ちょっと掛け物かけますからね。ジェスチャーでも構いません。ICU ではいろいろなチューブが体につながっています。あらかじめ患者さんが動きやすいようにチューブの調整をしていますが、動く際にはチューブが引っ張られないようご注意ください。手首には24時間血圧を測定するチューブが入っています。正確に測定できるよう看護師が手首の角度を調整する場合があります。ICU では様々な機械が動いています。異常を感知すると警告音が鳴りますが、看護師がすぐに対応しますので心配はいりません。お母さん大丈夫ですか。目が覚めてますかね。しっかり大きい息できますか。音が気になる方は耳栓も利用できます。 ICU に人工呼吸器をつけて入室した方は、使用中は意識が朦朧としているため、無意識にチューブを抜いてしまわないよう両手を固定しています。この間次のような体験をしている方がおられます。喉の痛みや渇き、息ができないような感覚、声が出ない、手が動かない、痰の吸引がつらいなど、こうした状態を改善するためにスタッフが適切に対処します。目が覚めた時に痛みがある場合は
速やかに痛み止めを使います。岡さん、わかりますか？口のチューブのせいで息ができないと感じるときには人工呼吸器を調整します。少しね、機械のサポート下げていきますからね、ご自分でしっかり息してくださいね。しっかり目が覚めたら口のチューブを抜きます。それじゃあカフを抜いてください。抜きます。岡さん、ちょっとしんどいですよ。抜きますね。はい、お疲れ様でした。抜けましたからね。はい、岡さん、お疲れ様でした。ね、しっかりタン出してくださいね。両手も動かせるようになります。最初のうちは声が出にくいと思いますが、徐々に回復していきます。チューブを抜いてしばらくの間は痰が増え、喉や肺に痰がたまりやすくなります。すでに手術室で口のチューブを抜いた方も同様に肺炎を予防するためにしっかり痰を出すようにしましょう。痰が出しにくい場合は口や鼻からチューブで吸引をする場合もあります。 ICU での1日はまず午前中に採血や医師の回診、レントゲン撮影、体拭き、着替えなど、午後からは積極的にリハビリを行います。それぞれの様子を見てみましょう。毎朝ベッドに寝た状態でレントゲン撮影を行います。それでは大きく息を吸って止めてください。手術後は口の中が乾燥し菌が繁殖しやすくなるので、口にチューブがついている間は看護師が口のお掃除を行います。チューブが取れたら食事をしなくとも1日3回から4回スポンジや歯ブラシを用いて口を清潔にします。こまめにうがいをしても良いです。体拭きと着替えは体調や痛みの具合を確認しチューブに注意しながら行います。おしもは毎日お湯で洗浄します。自由に体を動かせない間は床ずれや肺炎予防のため、夜間もおよそ2時間ごとに看護師が体の向きを変えます。気になるトイレについて、尿は手術中に入れたチューブから自然に出るようになっています。チューブの違和感でトイレに行きたい感じがしたら遠慮なく看護師にご相談ください。大便については動くことができれば簡易トイレが使用できます。プライバシーには最大限配慮します。動けない場合はベッド上で差し込み便器を使っていただきます。手術の翌日からは体調や痛みの具合を見ながら看護師や理学療法士とともにリハビリを進めます。大丈夫ですか？痛みとかないですかね？術後の回復にはリハビリが重要な役目を果たすのでしっかり取り組んでいきましょう。また ICU ではテレビを見ることもお勧めしています。適度な刺激は気分転換になり時間の感覚を保つのにも効果的です。すごい、新聞なんか読めたんじゃん。すごいじゃん。しんどくないですか？ご家族の方は
ICU の面会時間にお越しください。状態が安定すると一般病室に移ります。ありがとうございました。お願いします。患者さんもご家族の方も気になることがありましたらいつでも医療スタッフにお声をかけてください。全力でサポートいたします。